おいでつかはにわかまあ所在地地図。おいでつかはにわかまあは、埼玉県河野洲市に所在する古墳時代後期の東日本最大級の、埴輪生産遺跡である。おいでつかはにわかまあ群もしくはおいでつか遺跡とも、呼称する。遺跡は、JR 東日本河野洲駅の北東約 1km から、東方約 2km にかけて立地し、それぞれの遺構は、 高野巣警察署東側の元荒川中石地を望む大地上に分布している。標高は19メートルないし20メートルであり、中石地との標高差は約5メートルである。1976年にハニワカマロトが確認され、1979年には埼玉県教育委員会の発掘調査が開始されて、以後、現在まで分布調査や、 発掘調査が40回以上にわたって行われている。その結果、遺跡内から40機の埴輪窯カマア及び2機の埴輪工房跡及び年度採掘工1機、工人と思われる人々の住居跡ト9件、土工1機などを確認している。埴輪ワ政策に関わるこれら一連の遺構の検出によって、東日本では最大級日本国内でも、 屈指の埴輪生産遺跡であることが判明した。埴輪カマーとは、地表面から2メートル内し2.5メートルほど掘り下げ、ここを中心に、八つげ状に埴輪小西部が、地表に向かって延伸する構造の地下式穴蔵ら用となっている。各用の本体は、切り合い関係の精査により、同時操業されたものではなく、中央の作業場を共有しながら順序よく、 継続的に築かれたものであることを確認した。埴輪生産は5世紀末用から6世紀末用まで継続されたものと推定される。なお、遺跡周囲には、おいでつか古墳群に属する多数の古墳が分布している。古墳の多くは円墳である。行田市の双子山古墳行田市の埼玉古墳群。 坂巻14号粉はじめ埼玉県内の諸古墳、また千葉県や東京都、神奈川県など東北特に南関東各地の古墳から老いでつか埴輪カバートで生産されたと見られる埴輪が出土している。埼玉古墳群の中で最大規模の双子山古墳は6世紀中央に増援されたものとみられ、墳九百138メートルを有し、 古代武蔵市における最大の前方公園墳である。この古墳の集合より出土した円筒埴輪の多くは、オイでツカ埴輪カマート及び東松山市の桜山埴輪カマーで生産されたものと考えられている。また、全長53メートルの前方公園墳で6世紀前半のアタゴ山古墳出土の二形埴輪の形状から、 おいでつかかまあとで生産された可能性が高いとされる。また、かぞしの種足古墳群からは、古墳時代後期の埴輪として、水鳥、馬、イノシシ、人物を形取った継承埴輪が出土しているが、これもおいでつかかまあとで生産されたものと推定される、埼玉市浦和区の伝統具化出土の人物埴輪2体には、戦国画が施されており、 考古資料として重要なものであるが、おいで使い遺跡で生産されたものと考えられている。現在、2体とも、大宮区の埼玉市立博物館に所蔵されている。また、埼玉市大宮区三橋にあったとされる、前方公園墳で6世紀中央過ぎに、造園されたと見られるり古墳はすでに消失してしまった古墳であるが、出土した人物派には2点、馬形派には2点は、 被災町出土のおいで塚さんとされる埴輪に似ており、やはり、おいで塚埴輪カマートで製作されたものである、可能性が高い。大宮第一南端の埼玉県川口市の信号古墳群に、かつて存在した宮脇二号墳は6世紀後半以降造営の、円墳と考えられている。宮脇二号墳出土の埴輪も、おいで塚遺跡で生産されたものと推定され、また、 川越市の南大塚古墳群5号墳湿度の円筒埴輪も、工日の山倉1号墳と、同一工人集団によるおいで塚産の埴輪と、推定される。戸田市の南原石遺跡湿度の埴輪もまた、おいで塚で生産されたものと考えられ、以上のような分布状況から、荒川、元荒川の水運が当時にあっては重要な、流通経路となっていたことが推察されている。 市川市の鳳凰塚古墳千葉県市原市、山倉の山倉古墳群1号墳は、全長約49メートルの前方公園墳で、あるが2004年、おいで塚遺跡で生産された埴輪群が出土した。そこでは、人物埴輪と、円筒埴輪が、列状に配置された状態で検出されている。人物埴輪の特徴としては、筒袖の衣服を着用しているものがあることが、掲げられる。 山倉一号墳出土埴庭は、考古学的な観察によっても、また、自然科学的な態度分析の結果からも、すべての円筒埴庭、継承埴庭が、いずれも、おいでつかさんであることが判明している。千葉県市川市河野台の六世紀代の、前方後円墳法王塚古墳でも、おいでつか遺跡で生産された家型埴庭が、出土している。この古墳の埴輪の供給地としては、 おいでつか遺跡の北インバ沼、手賀沼周辺の養業地が推定されている。東京都大田区田園調布に所在する玉川大古墳群は、6世紀前半から7世紀中央に営まれたと考えられる古墳群であるが、その中に最初に作られた二古墳を前方部、後に一号墳を後円部として造営した、全長約39メートルの前方後円墳がある。ここからも、 おいでつかさんと推定される人物派には、筒藤派が出土している。神奈川県横浜市緑区の北門古墳群1号墳出土の埴輪も、おいでつか遺跡で生産されたものと考えられている。北門1号墳出土の基人埴輪は常上日の市原市の山倉1号墳出土の基人埴輪と告示している。2005年6月9日付で、 おいでつか遺跡から出土した埴輪41点、はじき5点、石製品6点及び、埴輪残血18点が、埼玉県、おいでつか埴輪ー跡出土品の名称で、重要文化財に指定された。所有者は、河野司である。指定された埴輪の中でも、無人埴輪1体と、非人埴輪3体は、それぞれ増高 130cm 前後の全身像を表した。 人物埴輪の誘品である。これらの埴輪は、彩色の残りもよく、当時の洋業技術の高さを物語る誘品であると、共に用いられた古墳の所在も判明しており、鎌跡ー出土の埴輪として、埴輪の生産と供給関係を知る上で欠かすことのできない基準資料である。河野寿市では、2007年度から2013年度まで7年間の国庫補助事業として、 埴輪修復作業を行っている。重要文化財に指定された出土品は、現在、クレア・コーノスの歴史民族資料コーナーに展示されている。東国の人物埴輪残暫の中には、腕が折れて断面に穴が確認される事例が見られる。これは、制作時に棒状の木を粘土でくるんで生成形した後木を抜いて、道部に貼り付けたために生じた穴だと考えられる。 このような制作技法は埼玉県東部と茨城県北部で顕著に見られ、東国に特有の技法と考えられる。考案したのは埼玉古墳群築造に関わって、埴輪を供給した老いでつか埴輪用の工人たちと思われ、それが日立北部にまで伝播したことは、工人相互の人的、技術的交流が広域にわたっていたことを物語る。 おいでつか埴輪用ではまた、上述したように、直線距離にして54キロメートル離れた大田区、玉川台第一台2号分、さらには95キロメートル離れた市原市の山倉1号分の、埴輪を製作していたことが判明している。このように埴輪を遠隔地の古墳へ長距離運搬するに、際しては、河川や海などの水上交通が重要な役割を、担っていたものと考えられる。 また、千葉県の事例では、山倉一号墳で見つかった埴輪全部が、おいで塚さんであるのに対して、法王塚古墳の場合は、おいで塚さんと、下佐型との共存関係があったことは、注目に値する。ありがとうございます。